広海総太郎四月二十4月29日没年不明は、日本の商人、実業家、反乱銀行討取、り、岸和田連画面業社長、泉上油、本達酒造格、取締役、貝塚織物の相談役、属籍は、大阪府平民、大阪府、仙台、広海総太郎、あるいは、広司海総也の長男、辰馬藩江門のいとこ、広司会は、 貝塚町において、貝塚ズ三谷州と呼ばれる豪華で、代々改装業並びに、肥料商を営む。1901年、家督を相続した。同志と図り、貝塚銀行を創立し、ついで、陶取となり、1940年、合併により、阪南銀行陶取に挙げられた。諸外者の重役を兼ねた。趣味は、農学、茶道、宗教は新習。住所は、 大阪府仙南郡海塚町西。広市海河1835年、海塚寺内の有力町人民聖夜の娘広が、摂津国なるほの酒造家、辰馬藩江門家から養子を迎え、海塚寺内の地頭であった岩泉寺、占い藩家から、広市海生を賜り、書式訓や行を開業したことに始まる。1865年から1868年には四席の、 大型和泉を所有し、北陸地方、東北日本海岸、北海道産の米国や肥料を扱っていた。1883年には海運業から撤退した。戦前まで肥料問屋を営み、一方で海塚銀行など地元企業の設立にも積極的に関わる。広市海化住宅は登録有形文化財である。ありがとうございます。